乃木坂4 6 1 s t イヤ a r ー i r t h イ a 2013.22幕張メッセは女性アイドルグループ乃木坂46が2013年2月22日に日本の千葉県幕張メッセで開催したデビュー1周年記念ライブ。2014年2月5日に DVD2014 年2月26日にブルーレイを発売。 幕張メッセ2013年2月22日、乃木坂46のデビュー1周年記念ライブ、乃木坂4 6 1 s t イヤーバースデーライブが幕張メッセイベントホールで開催された。会場には約9000人のファンが駆けつけた。ライブでは、ファーストシングル、ぐるぐるカーテンから、ホースシングル、制服のマネキンまでの4作品に収録された全24曲に、 フィフスシングル、君の名は希望と、そのカップリング曲、13日の金曜日、シャキーズムを加えた全27曲が、約3時間にわたって披露された。エンディングになると、客席頭上から、乃木坂46のロゴが入った風船が降り始め、メンバー全員が横一列に並びながら、いこまりなが、私たちは、乃木坂、と合図を送った後、46と叫び、 ステージを去った。その後、会場のスクリーンに赤坂まであと70日という謎のメッセージが映し出され、ライブは終了した。2014年2月、同ライブは、乃木坂4 6 1 s t イヤーバースデーライブ2013.22幕張メッセとして、DVD ブルーレイになり、ダイジェスト版、通常版、豪華版の3仕様で発売された。 ダイジェスト版は、同ライブの40分版。通常版は、同ライブの164分完全版。豪華版は、同ライブの164分完全版とリハーサルを追ったドキュメント映像。2012年8月のゼップナンバー公演、ゼップ名古屋公演のダイジェスト映像。2012年12月のゼップ東京公演の完全版を加えた331分を収録し、 特典として豪華ブックレット、トレーディングカード5枚セット、ポストカード5枚セットが封入された。発売記念として、乃木坂46メンバーが、ライブ映像を見ながら、おしゃべりをする動画、乃木坂46のファーストライブ DVD を、乃木坂メンバーと一緒に見ようが公開された。この動画とライブ映像を同時に再生することによって、メンバーのおしゃべりを、 ライブの副音声として楽しむことができる。本作は2014年2月3日から2014年2月9日までのサウンドスキャンジャパン週間 DVD ランキングで週間3位、2014年2月17日付のオリコン週間 DVD ランキングで総合1位を獲得した。同オリコンランキングでは週間推定売り上げ約12000枚を記録し、 派生ユニットを除く女性グループによる、ファースト DVD で週刊 DVD ランキング総合1位の、獲得は1999年の集計以来初で、ある。女性アーティストとしては、宇多田ヒカル、倉木舞、大塚愛に続く史上4組目となり、大塚愛以来8年半ぶりの記録となった。ありがとうございます。